東武練馬駅の近くにあります、浅間神社に来てます、ここはですね、かつて川越街道が通っておりました。川越街道というのはもともと江戸城と川越城を結ぶ街道で、元は同格が川越城の後江戸城を作って、それで発達した街道なんですね。まあ、江戸城の交通の要所というところです。こちらが浅間神社の小社ですね。先ほどお参りさせていただきました。こちらがですね、下練馬の富士港の跡ですね。このちっちゃい富士山に見立てて作られてます。これ女子供がここをお参りして、まあ、富士山を登った感じになったんですね。まあ、川越に行く人たち、まあ、大名行列は川越藩主しか、通らなかったんです。で、あと通ってるのは秩父参りの、巡礼者が通っていたというふうにされてますね。道幅も川越街道の名残を残してまして、非常に味わい深い街道だと言えます。